どうもこんにちは。竹村一馬のコンビニ記録第2回というわけで、今回は人気ナンバーワン商品をレビューしていきたいと思います。大盛りご飯、俺たちの炭火焼き牛カルビ弁当。そして、タコとブロッコリーバジルのサラダ。これは副菜に添えていただいていきたいと思います。さて、レンジでチンしていきたいと思います。レンジでね、俺たちのカルビ弁当。俺たちの 俺たちの俺たちのカルビ弁当をね温めながらタコとバジルブロッコリーバジルのサラダを、まあ、まずはね前菜として食べていきたいと思いますじゃん <laughs> 枝豆がコロッとねいただきますそのうちピピピピってレンジが鳴ると思いますうまい 久しぶりにタコ食べたちょっと酸っぱくて美味しいですサラダビネガーな感じが何が入ってるの原材料見ます野菜バジルソース混合ブロッコリー枝豆やっぱりバジルソースがいい感じに酸っぱくて美味しいですんブロッコリーブロッコリーはね 筋肉にいいらしいんですよ積極的に食べますうまいこれなんだろうじゃがいもでしたうーんおいしいそろそろかな今日はね今日はあれです コンビニに来た本日来たお客様のおなりました少々お待ちください本日のメインディッシュ俺たちの炭火焼きカルビ弁当ああ噛んだ炭火焼きカルビ弁当をいただいていきたいと思いますこれね一回食べたことあるんですよ実はもう人気ナンバーワンと聞いてでもね安定の美味しさうわーあったかくなってるそりゃそうかいただいていきまいただいていきたいと思いますいただきます に匂いがもういいよ匂いがこのタレがね甘辛いタレが <laughs> うまい炭火の感じが程よくねもうほんとに程よく香ばしくて美味しいですうーんうまいコーラが飲みたい すっごいコーラが飲みたいお酒はね控えてるんでコーラが飲みたいうまい甘辛いたれが本当にこれどうやって作ってるんでしょうね炭火のこの風味はうまいうまいです うん炭火焼カルビ弁当お前がナンバーワンだってね「ドラゴンボール」の名ゼリフ風に言いたくなっちゃうぐらい美味しいですいやーうまいというわけで本日も 完完食食しししていいいいきたたたと思まます無事完食いたしましたごちそうさまでした本日のね総合的な感想としてはこれはね安定でうまいもう本当にナンバーワン人気ランキングというのがね本当になんだろう認めざるを得ないというか美味しいお弁当でしたこっちはねこっちのタコとブロッコリーとバジルのサラダはもう少しタコが多めでも 嬉しいかななんて思いましたというわけでこれからはえっ、ー、とコンビニに来た少し変なお客さんを実演していきたいと思います、はあ、はあ、はああああ I speak English I speak English あーあーああああ最近の若い子はさ英語がさできなくてさ、うん 俺の22歳、十二歳ぐらいの時はさ、もっと英語できたよ。ああ、ああ、買ってくよ。ほら。はい、温めて。ホットホット。急に英語使われても、何が何だか分からずに対応できませんでした。以上、今日の実録コミュニティンでした。それではまた次回。次回は来週の土曜日、お会いしましょう。さよなら。